マーク・アンドリュー・スピッツは、アメリカ、カリフォルニア州モデスト出身のアメリカ人、男子競泳選手。1972年ミュンヘンオリンピックで当時、史上最多となる1大会7個の金メダルを獲得した。2008年北京オリンピックで、マイケル・フェルプスが8個の金メダルを取るまで30年以上、記録を維持していた。スピッツは1972年ミュンヘンオリンピックにおいて、 以下の7種目で金メダルを獲得し、かつ全ての種目で当時の世界新記録をマークした。オリンピック1大会の金メダル獲得数はマイケル・フェルプスに破られたものの、世界記録樹立数は並んでいる。スピッツが生涯獲得した金メダル数9個は、 同じ競泳のマイケル・フェルプスに2008年北京オリンピックで抜かれるまでは最多体で、現在は体操のラリサ・ラチニナ、陸上のパーボヌルミ、陸上のカール・ルイス、陸上のウサイン・ボルトと並ぶ2位大記録である。1968年のメキシコオリンピックの前に、すでにいくつもの世界記録を持っていたスピッツは、大胆にもオリンピックで6つの金メダルを取ると宣言した。しかし、 スピッツが取れた金メダルは結局2つのリレーだけでメドレーリレーでは代表となることはできず100メートルバタフライでは銀メダル100メートル自由型では銅メダルに終わったスピッツはこの失敗をバネに6つの金メダル獲得のため努力し結果的には7個の金メダルを次のミュンヘン五輪で取ることになったマークスピッツ2008年2012年4月スピッツは 他のもと、オリンピックアメリカ代表選手と共に、サムスン電子のフェイスブックに無許可で、個人情報を掲載されたと訴えを起こした。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックに、ジョン・ケリー国務長官を、団長、ホワイトハウス当局者や、国務省幹部等で構成する米政府代表団に、加わって、開会式に派遣された。ありがとうございます。